はい、こんにちは、こんばんは、たかです。相変わらずこうボラが大きな状況、特に円が絡む通貨なんかは本当にこうよく動いていますけども、ただこれ、トレンドが出ていればいいんですけどもね、トレンドがない中で、ボラだけがあるような状況なのかもしれませんね。個人的な話になってきますけども、僕はこの大きく動くんだけどもトレンドがないような相場というのは意外と苦手で、高値を掴んでしまったり安値を叩いてしまったりというのは僕よくやってしまいますんでね、まあ、気をつけないといけないなと思っているんですけども、今の環境、ドルはやっぱり若干上値の出ています。円相場もちょっと弱いですかね。となってくるとドル安円安環境というのが今ちょっとこう見えてるんですね。なのでこの円のボラ、見ていこうと思うんであれば、まあ、ドル円はちょっとこう難しいかもしれないですね。時にはクロス円の方がいい流れが出てくるかもしれませんので注目だと思います。あとはドル安という流れがね、見えてくるんなら、これはドルストのログ、面白くなってきそうですね。このあたりを踏まえてチャートの方を見ていきたいと思います。まずこちらがユーロドル、4時間足に少々重ねています。ユーロドルの週足、しっかり陽線が立ちました。先週まではこの上値の差というのが見えていたんですけども、今週はもうしっかり抜けてきましたんでね、これは強い流れを見ていくということになってきそうで、来週も高値更新はもう完全に視野に入っているかなと思います。まあ、ドルが弱いんでね、こう上がりやすい環境はあるかなというところと、加えてユーロですよね。このユーロがやっぱり8月に入ってからいい流れやっぱり出てるんですよね。まあ、来週もドル安の流れを見ていくんであれば、このユーロの強さというのはしっかり活かしたいところです。ドルストのロングを見ていくんであれば、一番に注目をしたい通貨ということにもなってはきそうですね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。まあ、冷やしを見ても階段上でしっかりこう流れが出てますね。今週に入ってから少し流れが止まってきています。調整局面ですね。ただまあ上昇トレンド、上位足の環境を見てもしっかりトレンドが出てますから、この足場、まずは買い場を探りたい。レンジが見えてるんなら、買い場を探るんなら、まずは下から買っていきたいところです。ただまあちょっと悩ましいのが現在地ですね。レンジ見ていく場合は現在地は高値圏になってきてしまいますんで、ロングを意識していくんであれば、押しを待つというのが一つのアイデア。もしくは、まあ、押さないかもしれませんのでね、積極的に買っていくんであれば、高値圏で小さくてもいいんで、小さな足場なんかは探りたいところ。まあ、何にしても、こう、上位足の環境からも、ドル安、ユーロ高という環境からも、高値圏ではありますけども、引き続き、買い場を僕は探りたいなと。ですから、高値圏で買い場を探ろうと思えば、まあ、買いが入ったところでロングをしてしまったら、これ、高値から潰されてしまうかもしれませんので、逆ですね、高値圏のサポートを探して、下からなんとか買っていきたい。まあ、この短期的なサポートを探していくというのが、来週の最初の仕事ということになってきそうです。まあ、環境はすごくいい環境だと思いますね。ショートを見る必要はもう一切ないかなと、ロングをしていく場所をしっかり探っていこうかと思います。はい、変わりました。こちらがポンドドル、4時間足に少々重ねています。今週はポンドにたくさんの指標があったんですね。今月に入ってからポンド、実はそんなにいい環境ではなかったんです。売りが入っていましたので、今週のこのポンドのたくさんの指標の結果、ポンドに買いが入ったのかどうかはすごく大事なポイントです。結果としてはポンド買われましたね。その結果、まあ、チャートの方もだいぶ良くなってきています。週足環境を見ていくと上昇トレンドの押し目買いがもうこれしっかり入ったことにもなりますね。まあ、ドル安に助けられている部分ももちろんこれはありますけどね。ただポンドにもしっかり買いが入ってきています。問題は高値を抜けるかどうかですね。ということは、ひとまずこの高値を試す動きまでは見ていきたいところで、まだ上げ打ちありますからね。来週も強さを見ていくということにもなってきそうです。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。現在見ている環境はこちらの上昇トレンドですね。もう波の反転が起こっているという認識です。高値からの下落のトレンドもこの辺り見えてきてるんですけども、まあ高値抜けてきてますからね、今回こういった高値も抜けてきてますから、現状はこの赤い上昇トレンドをしっかり見たい。波の反転が起こっている、その背景にあったのが、まあ、今週のポンドの強さ、加えてドルの弱さの部分ですね。しっかり高値を抜けて引けそうになっていますから、これは来週も高値更新を狙っていきたい。直近の高値がここですから、ここを目標に置くんであればまだ上げ打ちもあるということですからね、押しはしっかり拾っていきたいということになってきます。まあ、本命はやっぱりユーロですかね。ユーロドルのロング中は狙っていきたいところですけども、まあ、ポンドも今週先週なんかと比べると随分環境良くなりましたので、ロング狙っていくのは面白いと思いますね。はい、変わりました。こちらが5ドルドル、4時間足に一緒に重ねています。僕はこの5ドルはかなりこう疑ってね、慎重に見ていたんですけども、ただそんなことこう関係なくこう強く買いが入ってきました。なぜ慎重に見ていたのかというと、週足環境でもサポート割っていたからですね、この下落トレンドがかなり強かったんです。ですから特にこう戻り寄りをかなり神経質に見ていたんですね。5ドル、どこまでこう戻りが入ってくるのかなと。
ただ今週のこの週足を見ていただいてもしっかり陽線が立っています。ドルが弱かったんで上がりやすい環境は確かにあったんですけども、まあ、5ドルもしっかり買いが入りました。ドル安5ドル高環境だったということですね。まあ、その結果過去のサポートラインを再び回復してきています。まあ、そうなるとこの強い上昇トレンドに対しての押し目買い環境が一旦ここで崩れたわけですけどね。ここを行ってこいと考えれば、まあ、底堅い動きだったというふうにも見れなくもないので、まあ、だいぶ突っ込みましたけどもね、まあ、この突っ込んだ環境がかなり深いところまで突っ込みましたので、警戒しながら見ていたんですけども、ただ今週のこの事実を見ていけば、まあ、売りを見ていくにはちょっともう流れが強すぎますね。ただ僕はなかなかね、こう目線をコロコロ変えるタイプではないんでね、だからといってすぐに買おうとはならないですけどね、ただまあ売りは相当やっぱり慎重になってしまいますね。高値ブレイクしてきたというこの事実が大きなポイントだと思います。はい、変わりまして、こちらが1時間足冷やしを重ねています。冷やしの下落トレンド、これに対しての調整局面を見ていたわけですね。このあたりのレンジというのを考えていたわけですけども、このあたり、まあ、売りが入ったりもしましたんでね、高値の警戒感というのは持っていたんですけども、結果としては今週は高値引け、短期的な上昇トレンド、波もしっかり見えていますよね。ここまでしっかり流れが出ていて、高値も抜けてきたとなってくると、調整局面、見たい気持ちはまだあるんですけども、ただ今はもうこちら優先ですね。流れが見えていますから、まあ、下がれば押し目買いなんかも入ってきやすい環境やっぱりあるかなと思います。売りを見ていくには流れが悪いですね。まあ、個人的にはやっぱりこの5ドルね、まだそこまでこう信用しきっていないところもありますから、ロングも見ていくのは難しいかなと思うんですけども、まあ、少なくとも今すぐショートを見ていくような流れではもう全くない。高値警戒感を持ちながら買いを見ていくか、もしくは僕みたいにね、少しこう疑って見ていくんであれば、まあ、様子を見ていくかということになってきますかね。まあ、今週で5ドル、強くなってきたという一つの決着が、まあ、見えたかなというふうに思いますね。はい、では変わりまして、こちらから、黒線の3通貨を見ていきたいと思いますけども、まあ、円相場が僕はもう調整局面入りをしているかと思っているんですね。ただこの円相場がかなりボラが大きいので、調整局面を見ているわけですけども、高値安値がはっきりまだ見えてはいない。まあ、なんとなくこの辺りが高値圏とか安値圏というのは見えてるんですけども、明確なラインがまだ見えてないんですね。例えばこちらがユーロ円になります。4時間足にシワシワ重ねています。この下落トレンドを今ベースに見てるわけですね。ただ一旦やっぱり流れが止まってると思うんですね。ただ、であれば調整局面レンジを見たいなと思うんですけども、であればレンジの安値ってどこですかね。ここかここか、ちょっとまだわからなくないですかね。ワンバウンドしただけですから、このサポートがはっきりまだ見えてない。同じことがこのレジスタンス上の抵抗にも見えますよね。こういったレンジを見たいわけですけども、高値がどこになってくるのか、安値がどこになってくるのかがまだはっきり見えてこない。はっきり見えないということは軸となるような、抵抗体が見えないということですから、行き過ぎた動きにはなりやすいかと思うんですね。まあ、そもそも黒線環境というのはよく動く相場になっているわけですけども、抵抗体というのが見えてないだけに、まあ、上がるにしても上がりすぎる場面はあるかもしれませんし、下がるにしても下がりすぎる場面というのは出てくるかもしれません。ただ、まあ、調整局面を疑いたいという感じなんですね。すごくボラはあるんだけども、方向感、トレンド、こういったものはなかなか見えてこないと、個人的にはちょっとこうやりにくい相場ですね。はい、こちらが1時間足冷やしを重ねています。冷やしの下落トレンドに対して、今週はしっかり戻りが入っていました。ただ金曜日売りが入ったことで一旦の高値はもしかしたら見えたかもですね。164円。ただ、これでまあ高安見えたからレンジと考えていくのもありなんですけども、ただまあ気になるのが円自体が安値を割っているという一つの事実、もう一つがユーロがすごく強いという事実ですね。まあ、つまり円安ユーロ高という環境が生まれやすい、まあ、つまりは上昇しやすいということです。下落トレンドの戻り売り環境を見ていきたい環境なんですけども、流れ自体は逆なんですね。短期の上昇トレンドが生まれていて、確かにまあ金曜日、少し上値が重い形は見えましたけども、青い上昇トレンド、これで崩れたかと言われると崩れてないですからね。押し目買いはいつ入ってきてもおかしくないかなと。まあ、正直、この環境がどうなるかというのは円相場に、だいぶ依存するところにはなるかと思いますけども、もし円が売られるような環境になってくるんなら、まあ、これだけ強い流れが出ているわけですから、まあ、ユーロ円というのは注目することになるんじゃないですかね。まあ、当然今はまあ売りが入りましたんで、高値警戒感を持つことになりますけども、目線としてはやっぱり買い場探しになってくるかなと。ですから円が買われるか売られるか、この状況にもよりますけども、円が弱い状況なんであれば、まあ、積極的にユーロ円のまあ押し目買い、買い場を探るというのは面白そうですね。ユーロの強さに注目はしたくなります。はい、変わりましてこちらがポンド円、4時間足に収縮を重ねています。
今週はポンドの方、イギリスにたくさんの指標が出てきたんですけども、結果としてポンド買いが入りました。8月に入ってからこのポンドがずっと弱かったんですけどもね、ただ、しっかり買いが入ったということで、これはもう環境の変化につながってくるかもしれません。チャートの方でもしっかり流れが出てますね。下落トレンドもこれは完全に止められています。はっきりこの中足のサポートはまだ見えてない。ただこれはポンド円に限った話ではなくて、黒線全体的に言えることですからね、まだ高安の抵抗体というのがはっきり見えないんですけども、ただ流れが止まってはいるわけですから調整局面のレンジは見たいなと、ただこれ高値も安値もはっきりわからないですから、戻りが入ってくるにしてももう少し戻ってくることもあるかもしれませんし、なんならまあ行き過ぎた動きになってくるかもしれません、まだまだこの戻りは強く出ているという状況ですね。はい、こちらが1時間足、冷え性を重ねています。今週ポンドが強かったですね。指標の結果、しっかり買いが入ったということで、8月ずっとこのポンド弱かったんですけども、もしかしたら今週で流れが変わってくるかもしれません。つまりはポンドに買いが入ってくるかもということになります。円相場に関しては、円はちょっと上値が重いんですね。そうなると、円安、ポンド高と、いいトレンドが生まれてくるかもしれません。金曜日、売りが一旦入りましたので、192円あたりは抵抗になってくるかもしれません。もともとチャートも下落トレンド見えてますから弱いですからね。現在流れが止まってくるんだな、調整局面、レンジを疑いたいわけです。金曜日で一旦上値の重さが見えたんであればこういったレンジを考えてもいいと思いますけども、戻り売りを見ていくには、ちょっとこう環境が違うのかなと、ポンドに買いが入ってきている。円は相変わらず弱いとなってくると、むしろこの高値からの売りを見ていくよりも、短期のこの赤い波ですね、上昇トレンドを見ていく方が、理にかなっているのかなというふうに思いますね。これも正直円相場次第というところにはなってくるかと思いますけども、金曜日円は買い戻されましたけども、そこまで強く買い戻しが入っているわけではないんですね。むしろサポート割れてしまっているという事実の方が僕はやっぱり気になってしまいますから、来週は円の上値の差は見ていこうかなと思います。そうすると黒線というのは上がりやすい環境はどこかの場面では出てくるんじゃないかなと。わざわざ上の方で買う必要はないと思いますけどね、押しが入ったりサポートが見えたりした場合は、青い下落トレンドを見ていくよりも赤い上昇トレンドに注目をして押し目買いを狙っていく方が面白いのかなと思います。はい、変わりまして、こちらが5ドル円、4時間足に一緒に消化されています。5ドル円もしっかりこうリバウンドが入ってきましたね。これで2週連続の陽線ということで、下落トレンドは明らかに見えているわけですけども、やっぱり流れが止まっているかなと、調整局面見ていくことになりますけども、ただサポートがどこになるかがまだわからないですね。この下髭も長いですからね、5円ぐらいの値幅になりますから、はっきりここがサポートだというには、ちょっとまだロス足が足りないかなと、時間が足りないですね。ただ、環境としては下落トレンドの調整局面をどこかでは見ていきたいということになりますね。はい、こちらが1時間足、冷やしを重ねています。冷やしでも同じような景色ですね。下落トレンド見えていて、一旦流れが止まっています。調整局面見ている中で、レンジを想定しているわけですけども、レンジの高値が見えてこないんですね。特に今週の場合は97円少し超えたあたり、このあたりに抵抗見えていたんですけども、木曜日に抜けてきて、金曜日も押しが入らなかったとなると、環境として明らかに下落トレンドですから、戻り売りがメインのシナリオになってくるかと思いますし、僕自身もね、売り場を探っていく方が面白いのかなと思いながら見てましたけども、特にこのあたりですかね、高値警戒感は持ちながらも、なかなかこう売りは入ってくるんだけども、下がらないんですね。結果、高値を抜けることで、ショートが捕まってしまう、踏み上げという形になりやすい状況も生まれてしまったかなと。円も相変わらず弱いですからね、そうなると直近の高値までの上昇を見ていく方がいいのかなと、これを見ていくんであれば上げ余地がまだあるということになりますから、再びこう100円回復みたいな動きにもなってくるかもですね。黒線に関しては5ドル円だけではなくて全体的にこの戻りが強く入ってきています。円がちょっとこう上値が重いんですよね。円相場にだいぶ依存していますから、黒線どうこうというよりも円相場がどうこうという話になってくるかと思いますけども、今のところ円の上値の差は見えていますから、この環境変わらないうちは黒線というのは基本的に押し目買い、買い場を探っていくというのが基本的なスタンスということになってはきそうですかね。はい、ということで、まずは黒線からになりますけども、正直どの通貨を見ていただいても円相場次第というところはあるかなと思いますけどもね、ただそんな中でも、もし円が弱くなってくるんであれば、ユーロの強さは相変わらずこう注目はしたいところです。円の方に売りが入ってくるならユーロの強さが効いてくるということをですね、上昇トレンドみたいなと。直近の高値、これが167円あたり、現在まだ162円ですから、上がってくるんであれば上げ余地十分ありますね。ただこれは別にユーロ円だけではなくて、ポンド円、5ドル円、すべてこう上げ余地はありますから、円の弱さを来週もまずは見ていくということにはなるのかなと。ただボラがかなり大きいですからね、すんなりは上がってこないかなとも思います。上下に激しく動いてくるかと思いますからね、振らされないようにしたいですね。
はい、あとはドルその通貨になってきますけども、ドルの上値の差、見ていくんならばやっぱりこれも強いユーロというのは一つ候補になってくるかなと思います。まあ、チャート見てもいい形が出てますからね、少しまあ調整の形見えていますけども、しっかり押し目買いを狙いながら、高値ブレイクは意識したいところです。来週は木金とジャクソンホールがあります。こちらがまあ市場はだいぶ注目はしているかなと思うんですけども、言い方を変えればこれまではちょっとまあ材料不足感があるんですね。もしかしたらこのジャクソンホールまではトレンドレスな状況というのは出てくるかもしれませんね。目線としては変わらないんですけどね、例えばこのユーロドルでもレンジが今見えてるわけですから、いくら強いとはいえ、まあ上の方で買う必要はないかなと思うんですね。しっかり押しを拾いたい。特にまあジャクソンホールまでの環境に関しては調整局面を強く疑って押しを丁寧に拾っていくという目線は変えず見ていきたいと思います。今回は以上になります。それでは来週も頑張っていきましょう。